どちら前から、この遠江の地に多分根付いたものだろうということが言えると思います。これは何の舞だ。これは、演舞ですね。午前中だけ、はい、毎日登校しまして2時間で早退して、でも酔っ払ってから今からお楽しみの前に入るんです、はい、でこの辺りになると熱客がちょっと少なくなっちゃって、まかないの女性が一人いるもんですから、はい、その方に出てまいりましたのが日光を背負っております、ボス資料に載ってます江戸時代の寛政元年の、舞楽色の献立を再現をいたします。で、じゃあその寛政元年ってどんな時やっていうのがわからないと思います。食文化を次世代につなぐです。私が、日本料理の職人をしてまして、日本食っていうと、2013年に、和食が、無形文化遺産になりました。これはすなわち、和食が、絶滅危惧種であるということが世界的に認定されているということです。でそれに、加えましてですね、各地域の伝統芸能であるとか行事も、廃れてきております。でその両方がですね、非常に立派なもので、大切なものなんですけれども、おのおの別々で、活動していたり、普及をしていることはあるんですが、両方がこうタッグを組んで食と文化合わせて食文化という形での活動っていうのが今回のテーマになっております。これを、さらに我々現代の人からですね、次の次世代に向かってですね、つなげるように、継承できるように本質を伝えれるような、活動を続けていきたいと思います。わらび粉で練りますと、冷めてもですね、冷蔵庫で冷やしてもですね、これがある程度、そばの風味と、そして食感がもちもちしたものが、ずっと続きます。私は藤枝から、来ましたイタリアンレストランののりと申します。今回なんですけれども、3人の共通点、森町に、イメージするものっていうことで、お茶をテーマにしております。食がやっぱ日本の中でこう守られていくことが難しくなっているということなんですが、晴れの日とか毛の日っていうのはある一定の年齢以上の方は皆さんご存知だと思うんですけど、で当然味噌とかお醤油とかお酒とかを作っている加工業者からすれば